皆様こんにちは韓中国,です中国吉林省の現地メディアの報道によると2月27日21時30分吉林化学繊維会社は生産中に高圧ケーブルがショートして停電後一部の作業場の換気設備が停止し23時10分に電源が復旧し生産再開の準備中に作業員が有毒ガスを吸い込み5人が死亡。 負傷者8人は現在のところ命に別状がないと言います地元のネットユーザーはこの工場の状況を公開しました作業員の安全に十分な注意を払うべきだ労働時間が長く仕事がきつい一部のネットユーザーは吉林河川会社の安全設備を疑問視しショートして停電した後、換気設備はなぜ自動応急措置がないのか 途中で2時間も停電しており、危険物を扱う企業はなぜ安全保障が行き届きにくいのか、また有毒ガスが停電後に拡散したのか、それとも電力が復旧した後で漏れたのか、なぜ有毒ガスが漏れたのか、漏れた主な原因は何だったのか、この従業員たちは何の防護措置も取らずに働いていたのか、と指摘しました。ネットユーザーからのコメントが相次いでいました。 恐ろしい詳しく聞いてみたら兄の職場だと分かった幸いにも彼は昨日残業していなかった一日も早い回復を祈っている二度とこのような悲劇を起こさないように原因をよく調査すべきだ吉林が注目されている吉林河川集団の有毒ガスだ5人という数字の裏には5つの家族がいるのよ事故の原因はどこにあるのか何だったのか いかなる業界や職場でも予防マニュアルがあるべきだ。停電後に起こりうる危険とは何か、何をすべきか。この業界や電気関係の仕事は知れば知るほど怖くなる。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。